柏崎刈羽原発の安全性について住民が議論する地域の会が開かれ、3号機の審査書類に不備があったことについて批判が相次ぎました。柏崎刈羽原発3号機をめぐっては、東京電力が原子力規制委員会に提出した審査書類で、先月2号機の情報を流用するなど不備が明らかになりました。昨日開かれた地域の会で委員からは問題を批判する声が上がりました。やっぱりなんかそういう体質があるんだろうというふうに思わざるを得ないです。なぜ隣の号機のデータを入れて良しとするのかという、そのことが問題なわけです。出元会議で説明をしないという点においては、やはり私は非常に我々の方に問題があるというふうに考えております。東京電力は社内外のコミュニケーション不足が原因だったと説明しています。